どうも、エルです。それでは、ゼルダの伝説、トワイライトプリンセス、やっていきたいと思います。んじゃ、スープ出来上がったんでね。ちゃんと鍵を教えてもらおうか。あ、エルザさん思い出しましたよ。忘れないようにってわざわざ寝室のすぐそばの部屋にしまったのに。結局忘れちゃって、忘れちゃってたなんて、私恥ずかしいわ。ほら、ここです。この印の場所なんです。なるほど。2階か。はーい、了解です。まあ、病気みたいだからね、仕方ない。これ、いるか？いるか？いや、なんかいるっぽいな。で、ああ、押すことはできるんだ。おい。さすがにダメ。ああ、正面ちょっといろいろ見たい気もするけど。お宝ないんだったらなー。それであっちに行くとして、ちょっと右上のお宝だけ回収したい。置いてるのにただ当たっただけでやられたよ、あいつら。で、繋がったわけか。あれは上は後で行くんだろうね。よし。いいね、ブンブン。ブンブンでやられてくれるのはありがたい。これはあれだね、遠距離で使うんだろうね。おお、引くのにも当たり判定あるか。優秀だね。あー、引くに当たり判定はありがたいな。よしよし、これで OK。 回復はね、それなりにあるから気にせずね。とうとう、あ、まあまあ細かいのはね。
で、これはさすがに届かないからっていうわけではない。え、どうなんだろう。あー、なるほど。ぐるってきて乗せる感じか。多分違うところ運ぶんだろうね。そうなるとこっち、そっと、こっちだね。まあまあ弾は残るから、お前投げてくんの。マジか。で、ああ、しっかりしてますね。ってことは。これさ。おー、そういうギミックもあるんだ。まあ、よくできてるね。やった、小さな鍵ゲット。ただ使えないから、いや、フックショットで OK か。これはっ、上こうなってたんだね。何が出てくる次は。あ、ブンブン振り回すだけでも一応壊せるんだね。あ、これ入り口か。あ、入り口だね。ひどーい。マジでそういうのひどい。いやー、ものの見事にやられた。そうだね。こっちは普通に来れないんだね。いやー、うまいこと落とされたな。ん？これ。地獄だろうな。切ったら地獄だろうな。よし。お、コントロポ。一応始末しとくか。
うん、なんとか。鍵は持ってなかったよね。だよね、よし。でさ、こっちは多分ショートカットできるんじゃない？多分ね。あ、いけそう。ほい。あ、できたできた。あー、ただここは開かないんだ。あー、はははは。そっか、これで初めて、そのギミックが使えるわけだもんね。ってなると、あー、止まんないか。よし、やっとできたー。あー、マジかー。そういう感じだったんだね。いやー、結局ね、どこ行ってもやっぱダメでー。まあ、入れるのがここしかなかったからやってみたんだけど。まあ、なんとか、なんとかやね。いやー。いやー、これ大変だった。で、こうなると、多分。いろんな邪魔なやつが倒せるようになるんじゃないかな。いや、こっち優先。攻撃を優先しろ！よし。あー、あれ、大砲そこにあんのか。必ず一撃は受けないといけなくなるな。ん？道つながってない。これ乗れないよね。あー、あったあった、フックショットあった。うん。この家、クローショットないとどこも行けなくない？多分これ、フックショットが、うん、させれるようになった。あーで、あら、ダメだった。乗ります。やばいやばい。やっぱここ住人って言ってるけど、普通の人なんじゃない？もしかして。なんかそんな感じもするけどね。あ、これゾーラ族の女王か。一応接点はあるんだね。え、あれ誰？あれゴロン族か。ってことはリト族がいないのか。
あ、そうだね。鍵ゲットしたからと戻るだけか。それ考えると、リト族って、触れ合いだけになるのかな？見ないよね。まあ、もしかしたら今から出てくるのかもしれないし、なんとも言えないけど、どうなんだろうね。届くね。はい。はい。よし。これ倒せばいいんでね。ああ、やっと進んだ感じがする。はいはいはい。ねえ、弾貫通。というか、飛ばすんだ。いやー、ここまでが長かった。ほい。これで、あとは戻るだけか。で、また、扉が開くから、多分、中央の扉っていうか、そうね、中庭の中央行けるはずなんだよね。はいはい。まあ、これで降りれるようになった。で、運びます。倒すべきは、階段の上にいたやつだね。さあ、やっちゃいますか。で、記念の恨み。でも上いるんだよな。これいける？もしかして。あー、下降りるか。まあまあまあ、でも通れるようになっただけで全然いいね。よし。で、この上進む感じっぽいね。いや、こっちがゴールか。さあ、まあ、鍵ゲットして、っていうのもありだね。念のため回復しとく？うまいスープ食って、こうでしょ？爆弾使うかな。おおおお。ああ、お前らか。ねえ、投げすぎなんのよ、あんたら。ああ、右スティックも触れない。ロックオン変わるから。
あそれが痛いのよね、マジで。あーこいつらマジで嫌い。一発強えな。さあ寝室の鍵をゲット。さあ鏡のかけらがあるはずだね。やっと寝室の鍵にたどり着いたな。ずいぶん時間かかっちまったけど、ようやく鏡のかけらにお目にかかれるぞ。かけらどれくらいのサイズかな。サイズ感によっては、あと、集める枚数買ってくるからね。2枚ぐらいが嬉しい。おお、びっくりした。ああ、ご無事だったのですね。主人のスープを飲んだおかげで少し調子が良くなったので、追いかけてきたんです。鍵もあったようですね。よかった。さあ、寝室はこの上なんで案内しますわ。手は出さないんだね。お先にどうぞ。はいはい。 いや、こんだけ魔物いるのによく来れたな。いや、寝室にハートの鍵は良くないよね。割れてるからね。ありがとうございます。では中へどうぞ。さあどうぞ、こちらですわ。おーっとおっと。すごい、ちゃんと反射してる。ほら、これなんですよ。あなたもご覧になって。ねえ、素敵な鏡でしょ。綺麗、本当に素敵。綺麗な鏡。やべえ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 。この鏡は渡さない。ボスだったわけか。覚醒代表会ブリザーニャ。おーおーおお、でかいでかいでかい。もう、回しておけばいいの。いってぃ。ちょっと待った、なんじゃそりゃ。とりあえず近づけないように投げるしかないね。あー、ちっちゃくなってる、ちっちゃくなってる。やばい。うげえって痛い。なんだろうな。なんだろうな。なんだろうな、大変だ。やっべえ、ホラーだわこいつ。あ、上、あー、反射してる、反射してる。おーおお、嘘でしょ。はい。回復して。いやー、痛い痛い、マジで。
るほどね。まあまあまあ、こうしておけば、さあね、角を狙うためによける感じか、よけ続けるんだね。高確率で当たんのよね。やばい、そこやばい、やばい。やばいって。あー、いやで、また降ってくるか。いや、早いんだよな。よしよしよし、いって、マジでいって。はあ、当たんねー、マジで。うわー、マジか。意外と攻撃の隙ないよ。ロックオンもできないからね。よし。あー、違うのに当たった。逃げろ逃げろ、ひたすら逃げろ。壁際だとね。うい。限りの鏡のかけらはこれで2つってことは、サイズ感的にあと2つぐらいかだね。残りはあと2つだよエルザ。だけどあの女の人には悪いことしちゃったよな。限りの鏡にこんなに人を変えてしまう力があるなんて、神様もひどいよ。エルザ、早く残りのかけらを取り戻そう。これ以上悲しむ人が出ないうちに。さあ、残りの2つを探しに行こう。あなた、私どうしてたのかしら。心配するでね、きっと悪い夢を見てただよ。あ、あなたにもらった大切な鏡が。A だよ。それより、わしの目を見てるみ、見てみるだ。ほら、おらのでっけえ目に、べっぴんの顔が映ってるだよ。だからもう、あの鏡は必要ねえべ。あなた、いや、めっちゃイケメン。めちゃくちゃハート落ちるやん。あー、こういう演出好き。あ、これこのハートの器はいいわ。めっちゃいい。うわ、ハート。あ、
ありがとう。いやー、イケメンっすわ。愛してるだよ。いやー、イケメン。いや、また出るの。うわー、すげー。はい。やっぱ一個なんだ。無限回復できるんじゃない?怒られるかと思ったけど、そんなことなかったね。ないね。行こう。さあ、時の神殿制覇なんだけど、ちょっとミドナと話そうか。いにしえの森と天空にあるはずだ。だから、いにしえの森になると、やっぱ森の聖域だよね。ってことは、あ、そっか、また、こっから始めないといけないのか、フィロリの森からね。で、最後、天空って感じかな。でも、天空の生き方も分かってないから。まあ、先にこっちクリアしてからになるんだろうね。はい。ということで、なんだかんだね、いいムードで終わったね。いやー、ボスは大変だったけど、まあ、なかなか、ね、いい感じの話で終わってるのは、よかったな。結構暗くなりがちだからね。このゲームとかもね。まあまあ、今回はここまでにして、また次回楽しんでいきましょう。なんか見えるしね。合ってるみたいだね。はい。ということで、ここまでにご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。